まあ、本日も皆さんと撮影をしていきましょう。今回は、まあ、久しぶりに定点撮影をしようかなと。定点撮影。まあ、特にながら好きな内容者をやってもらう、それからまあちょっと前はいつもの角度での定点撮影したんで、ちょっと違う角度での定点撮影しよう。違う角度、どんな角度で？どうすっかな、やっぱでも猿くんにお人形をプレゼントしたばかりなのもあるから、なるべく全体が映る方がいいかなっていう、いつもと違う角度で全体映るようにちょっと、まあ、まあセッティングしながら考えようかなと思いますね。じゃあセッティングしますか。じゃあそうしましょう。はい、さあセッティング完了しました。はい、ちょっといつもと違う場所からの定点撮影ということで、いつものこの背面、背中から初めてやねこの顔。そう、確かに、皆さんをこう後ろから撮影する形で撮ってみようかなっていうのと、あと風船と人感センサーも、セットしてますね。あの風船のところにあります。これでちょっと、何かいつもと違う映像を撮れるかなという検証をしてみたいと思います。
これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでくださいこれ。いやこれ撮りたくねえわこんなん。おいおおやばいやばいやばい、これはいいな。